2012年は中国共産党にとって喜ばしくない出来事で賑わった一年でした。特に白鬼雷の失脚という驚くべき事件は中国共産党を20年来最大の危機に陥れました。国内外のメディアは異なる視点から2012年の中国のニューストップ10を評価選考しました。その中で中国政府メディアの選んだ公式トップ10は中国当局を称賛し続けるもので民衆からは拒否されています。政府系メディア人民日報が発表した2012年の重大ニュースは海域管理の強化、腐敗一掃の強度増大、宇宙船神舟9号のドッキング成功、世界最大の医療保障ネットワーク設立、中国初の空母の収益、文化体制改革の全面推進、中国経済の包括的な改良、第18回共産党大会の開催成功、食料生産量9年連続増加、中央政治局8項目の規定についての審議でした。人民網が発表した重大ニュースは多くの人の不満を引き起こしました。人民日報の元記者で、現在中国洞察事物監督網編集長を務めるコーエンさんは、ニュースの実際の影響力は政府のニュース機構により決定されるべきではないと指摘します。所有的新聞、那应该是老百姓、公民说了算。哪个影响大、哪个影响小、哪个老百姓、互相传阅的越广、越多、大家知道的多、大家关心的、这才是新闻。コーエンさんは2012年の最重要ニュースとして、強制立ち退きやデモ抗議を挙げます。一大新聞算什么呢？拆迁、强拆老百姓的住房，这是不是一个地儿、两个地儿强拆？普遍全国的一些城市都出现这个问题，这算一大新闻。其二，一帮广州的一帮小伙子，打出在街头打出牌子，让中华领导人公布财产，那么被当地警察给抓捕，送回原籍，关起来。那这是二大新闻。以此类推，那还能举出很多的这样的新闻。这是反映民生的这种新闻，才叫新闻。広州の画家、柯国仙さんは、政府系メディアの言うことは信じないので、ほとんど見ないと話します。最も重要なニュースとして、白鬼雷王立軍、雷政府の事件を挙げます。比如说那个重庆的雷政府、薄熙来，那才是真正的大新闻呐，是吧？王立军的跑到这个美国大使馆，这才是真正的大新闻呐。围抓那个周克华那个，出动几万人，那不是大新闻呐。官方的这些东西，现在老百姓，当然我做我个人的体会感觉，就是他们说的，一般基本上现在没什么人真正的相信。人民日報が選んだ重大ニュースの一つ、世界最大の医療保障ネットワーク設立。これに対しコーエンさんは、政府のいわゆる医療改革は民衆のためのものではなく、民衆の懐から金を取り出すための改革であると批判します。举个例子，原来。在北京的中文友好医院，我挂一个科，我是高血压，我可以开4种药，3块钱挂一个科。他今年的7月份他改革以后呢，变成我得挂3个科、4个科，我才能拿起我原来的3种药或4种药。而且他朝文医院原来挂一个号是3块钱到5块钱，现在挂一个号是45。アメリカグローバルポストの12月27日の報道では、中国共産党は2012年が幸運な年であったとは認めないが、チャイナウォッチャーから見れば見どころ満載の1年だったと伝えています。白鬼雷の失脚から経済の鈍化、そして盲人の人権活動家、陳光誠さんの渡米、これらの出来事はすべてこの1年が最近の中国の歴史上最も重要な1年であったことを物語っています。グローバルポストが選んだ2012年中国5大事件は、白鬼雷失脚、南シナ海の情勢緊張、陳光誠氏の逃亡、習近平の昇格と経済鈍化でした。香港政党日本の選んだ中国2012年重大ニュースは、第18回共産党大会で選出された共産党の新指導者たち、白鬼雷案件の浮き沈み、尖閣諸島問題のエスカレート、莫元氏のノーベル文学賞受賞、王立軍事件による政界の激震、有毒カプセルに潜む闇、盲人弁護士、陳光誠氏の自宅軟禁からの脱出、神舟9号と宇宙ステーション天宮のドッキング、広東省右江村の民主選挙への努力、中国、フィリピンの南シナ海問題でした。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制统治，政府与危险其实行法大于家法。